地上まであと少し。よし、そろそろモンスター出てくるの。いくぞ。さあ台座だな、うん、どうぞかな。机を調べたら何もない。はい、金庫。はい、まだ虫。金庫。ほう、絵画。ザ、ちょっと待ってね、先に他に何かないか。これだけや。ああ、ザのこの切れてるところがちょっとなんかあるのかな。まあ絶対そうだな。なんかあったよな、前半でも切れてるところと切れてるところ足したら。ああ、ありましたね。巻物を床の台に置いたら数字が浮かび上がる。またこれ上か下かで分けるとかかな、うん、あ、なんだ、ザーの切れてるところを、うん、ってやったらここでここでここ。おう、だからなんだ、今こういうことになった、なりました。まあ、切れてるところはつながるんじゃないかと。縦に切れてるから縦につなげてみた。これをなんかこのこっちの入れるところはなんかちょっといつもの数字入れるところと違くなかったですか。あ、本当だ、うん、これ何。はあ、はあ、なんか別のボタンを押すと別のことになるぞ。セーブ。あ、え、出た、落ち込む。出た腑に落ちん、落ち込んややばいっす、ね、落ち込んが炸裂してしまった攻略でもなんでもない、ただの落ち込ん。これはでも置けないんだ。あれ、置けない。またこれ割るとか、ハンマーで。これハンマーで割れたっけ。ああー、このアイテムをね、道具の方を。前は割れました。世界の理不尽さを表している。割れない、うん、もう一個取らないとダメなのかな。え、何この落ち込ん、今の結局何だったんだろう、ね、分かんない。これもワールド落ち込んあら、あ、くっつけるのか。じゃあ前割った銅像が出てくるのかな。はい、前のやつあったな、うん、で、ここに置くんだな。置いた。ちょっと腑に落ちないですね。なんでやったんか見ます。ちょっと見るか。見ましょう。セーブワールド、セーブワールドだったな、うん、ただの落ち込んで終わったぞ、はい、じゃあ全然関係ない。うん、左の金庫を調べて左から 1,3,4 の順番でボタンを押すとセーブと表示されます。なんで 1,3,4 って押すの。わからん。壁の絵画を調べます。ザで左の金庫を調べて 1,3,4 の順番でボタンをセーブ、はい。右の金庫を調べて左から 2,3,4 の順番でボタンを押すとワールドと表示されます。クリアです。ほなんで 1,3,4,2,3,4 って押すんですかね。アップバンクの攻略サイトも落ち込んだなこれどういうこと。どういうこと。これザーは何の関係があったの。全く分からん。ザーのページには何て書いてあるんですか。何も書いてない。左の壁の絵画を調べますって書いてある。それ調べるで。なんやろな、あのザからその左は134の理由がわからないんだな、まあ、順番じゃないとなんか一文字できたり二文字できたりしてできひんからってことかもしれない。てかザ関係ないんじゃない。ザ全く関係、ザセーブワールドってこと。まあそういうことじゃないですか。なんのこっちゃ、うん、全然わからん。ザいらんで。いらん、セーブワールドでええやん、うん、ちょっと腑に落ちないですね。最後まで謎が残る旅でした、うん、次行きましょう、うん、あ、今度ローストビーフになった。ちょっとローストビーフの方が低カロリーじゃないですか、うん、さあどうぞ。ちょっと値段が上がってるのかな。あ、値段は上がったな
人が、人がたくさん出てきた。悪の元凶だ。犯人を、あ、これまたあれだ、セリフを、セリフをメモるで。犯人は私ではない。シド猫、にゃー、犯人じゃない。はい、サッチンは嘘をついている。サッチンは、はい、この子。サッチン、犯人はゴンかノブよ。はい、ゴン、犯人はノブだ。待てね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 、ゴンね。はい、はい、最後ビンコ、私が犯人よ。うんうん。ほう、三つのなんか押すやつ。はい、そして他は、壺、隣の壺は何もない、何もない。本棚は、本棚は、出た、十二時は135-360180。はい、そしてこっちのタンスには出た、出た、変な、これ割るのかな。前割りましたね、これ。割ったっけ。まさか凶器じゃない。えい、壊してやる。おお、壊した。あ、出た、犯人。12時は0、135-90、360÷4、180+135。はい、うん、骸骨さんは、骸骨は返事がない、ただの屍のようだ。殺人事件現場なのか。なるほど。ちなみにシド、王様は犯人じゃない、うん、でノブ、サッチンは嘘つきだと、でサッチンはゴンかノブが犯人だと、うん、って言ってて、サッチンは嘘ついてると、うん、だから犯人はゴンじゃなくてノブじゃない、うん、でゴンは犯人はノブと言っている。でリンコは私が犯人って言ってる。で王様は犯人じゃないって言ってるから、多分シロなんだろうな。でリンコは私が犯人って言ってるけど、あ、ノブは嘘つきって言ってる。あれ違う、犯人はノブだって言ってますね、2人が。でもリンコ、ノブ自身は、サッチンは嘘ついてるって言ってる。でもこの人も同じこと言ってるんですよね、犯人はノブだって。ゴンも、そうだね。でも サッチンはゴンかノブが犯人って言ってる、うん、でもそれは嘘なんだと。サッチンは嘘つきだと、だからゴンかノブは犯人じゃない、うん、じゃあゴンとノブが2人とも白になったら、うん、リンコしかいない。サッチンは嘘つきたら、そっか、でもゴンが嘘つきになってる。でも自白してるからな、リンコ。自白してますね。私が犯人だっつって、うん、自白してるんだったらね、うん、ご用でいいんじゃないでしょうかね。神は自殺してるならご用でいいっすね。自白してるんだったら、うん、強要してないですし ね、そうそう、何も強要してない、活動も壊してない。そしてボタンを見てみようか。ボタン、あ、そっか、ボタンもゲットしたんだ。これあれですね、あ、時計だ、うん、回すんだ。12時は0、135-90=45、360÷4は0度ってことですね。0度、そうだよね。で45度はちょっと、これか、これが45度だ。で360÷4は36、90度、うん、で180+135は、あ、割足す135は523、315度、315は360-45だから、え逆にちょっとこっち側に行ってると思う。あの360-45だから、うん、ちょうどちょうどこ、そここんぐらい、45度。ああ、そう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 、そこそこ。でもこれ4個あるのと、これは3つというね。で色の相関もわからないね、うん、色、そういえば紙に色ついてましたよね、ほら。あ、本当だ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 、これだ。赤が、これ赤、赤、赤が45、はい、緑が、緑が90で、黄色が315。行ってみようか、はい、赤が45、そこだ。緑が90で、黄色が315。開いた、不思議な箱が開いた。
正直者は一人だけ。はい。正直者が誰なの？リンコ。あ、でも。てか王様も別に俺は犯人じゃないって言ってたら正直者。あ、そういうことか。一人しか。なるほどね。全員信じちゃダメなんですね。一人以外は全員嘘をついてるってことだ。うんうん、ってなるとこの二人が。あ、違う、この矛盾を探すんだな、うん、名探偵コナンのようだな、うん、ゴンかノブが犯人って言ってるサッチで、犯人はノブって言ってるマミルトン先生、はい、はいはい、とりあえずこのさっきの証言を全部まとめると、あの矛盾が出るじゃないですか。です、ね、なので誰か一人が正直者だという前提で組み立てませんか、うんうん、そうすると王様が正直者だと考えたときは、うん、王様は犯人じゃないと言っている、うん、で結局ここ整合性取れないんで、王様嘘つき認定していいのかな、うん、じゃあ犯人ってことになるんですか。あーかもしらん。もし王様が、はいはい、なんだ、この二人はサッチンとゴン、サッチンとゴン、サッチンとゴンはノブが犯人だと言ってる、言ってる、で嘘つきって言ってるこれがノブは 嘘だとしたらこれは別に嘘じゃなくなりますよね。これが嘘なら、ええで、で、うん、なくなるなくなる、で二人ノブってノブかわあ、これきっと話しかけて最後お前だって言ったらなんか出てくるのかな。ああ、別にそういうわけでもないのか。このカードを渡すのかな。カードを使って犯人は誰かにゃ。ゴン、サチン、シド、ノブ、ニ、リンコ、ヤス。ヤスって誰？知らない？ポートピア、あの大昔のファミコンのゲームのネタです。あ、そうなんですか。ちょっとヤス押してみようよ。犯人はヤス。いやー、それは30年くらい前の事件にゃ。さすがでございます。でも誰の服を取っても蝶々の技なんてないにゃ。はい。あ、え、戻れ戻れ右みたいな。やられた。セーブザワールド。これ1、3、4じゃなかったですけど、1、次2、3、4じゃなかったですか。あ、そっか、くそ、騙された。押して当てずっぽにするとこういうことになると、うん、やっと戻ってきた。ほい、うん、で、はい、で嘘つきは、あ、正直者は一人だけだっけ、うん、なんだっけ、正直者は一人だけだと、うん、よし、うん、さあマミルトン先生のコナンプリを、うん、私が犯人。あ、でもこの二人が、え、矛盾を探していくんだマミルトン。これリンコは確か浮気相手じゃないですか。だからこいつが王様の、王様のあれをかばってる、それワンの設定、かばってるみたいな。え、そんなこと覚えてるのすごいね。愛人だった。で、だからこの王様が嘘をついてて、これも嘘ついてる場合、王様が犯人なんじゃないですか。犯人じゃないで嘘ついてるから犯人、うん、嘘をついてるとしたらな、うん、はい、でこの人も嘘ついてるとしたら犯人じゃない、犯人じゃない、じゃない、じゃない、うん、犯人じゃない、うん、おや？で3人ガン虫3人ガン虫やで、まめると1の設定引きずってただ会話を進めただけやぞ、それは。わあ、でも絶対王様が犯人や。あ、くそ、まめるとめ考えるの放棄しつつある。正直者は一人だけ、これきっとね、頭の人はね、なんでわからんねんみたいな。なってますね。なってる。すごいイラついてる。うん、サッチンは嘘つき、
サチンは嘘つき、この人が嘘、正直に誰か、あ、マグルトさん、やっぱり最初の方法で潰していきませんか、はい、うん、正直者はこの人だっていう決めた上で、うん、全員の証言の矛盾を見つけていきませんか。なるほどなるほど。で、今度ノブが正直者だった場合、ノブが正直者だった場合はサッチンは嘘つきって言ってるから、まずサッチンは、嘘をついてると、うん、で、ゴンかノブが犯人って言ってるんだけど、まあこれが嘘になるんで、ゴンとノブ以外が犯人の可能性があると、うんうんうん、すると、うん、王様かサッチンかリンコが犯人、うん、で、ゴンは犯人はノブって言ってるけど、これが嘘つきだから、ノブ以外が犯人、うん、王様かサッチンかリンコ、うん、かノブか、ああ、うん、そうか、王様かサッチンかリンコが犯人だと、王かサッチンかリンコが同じですね、同じだ、うん、さっきの証言と同じだ、うん、で、リンコは私は犯人じゃない、私が犯人って言ってるけど、これ嘘だから、うん、リンコは犯人じゃないんだ、うん、そうすると王様かサッチンが犯人、うん、で、王様は犯人じゃないって言ってるけど、うん、王様は嘘つき設定だから、うん、犯人、犯人ってなると王様が今犯人なんだけど、うん、これだと全員の発言に矛盾はないのか。矛盾ないっすね。矛盾はないのか。ないです、ね、そうすると王様犯人やで、王様犯人ですね。で、正直者はノブだ、うん、今のところ矛盾がない、うん、で、他の人全員探すのしんどいわ、うん、やっちゃいましょうか。で、犯人は誰だと、うん、王様はシドだ。犯人は誰か、はい、王様はシド、はい、行ってみるか、はい、行きます、行こう、シド、すごい、前さんの名推理、あーすごい、なんと階段が現れた、よかった、これ辛いステーキぽい、うん、うん、なるほど、さあこれで7回か、うん、